おはようございます。町田に来た。はい。こんな田舎に。久々に町田に来たな。はい。何しに来たんですか。君んちのお父さんが、はい、マさんのガレージにはお宝がいっぱいあるぞ。はい。はい、ここはあんまり人に見せないんですよ。なんだあれは。昔隠れかったんですけどね。今は大坊じいちゃんの。でだけど、うん、あれを置いとくと、うん、泥棒が入んないんですよ。ああ、それはわかる。いや、86のお宝があるって言ってたよ。86のお宝って、あ、多分ね、TRD って書いてあるやつじゃないですか。あ、なんですか。ちょ一般倉庫には絶対、いや一般倉庫ダメだから、土屋さんダメですよ、これ今ね、はい、ホットバージョンで、はい、21世紀の AE86N2 号を作るっていう計画になるんだよ。本当ですか。もう86が生まれてから86の最後まで土屋さんで締めるということですね。そういないですよ、そんな人。これだって今日電車で来たら持って帰れないですよ、絶対に。そう、絶対に。もう大丈夫だよ。いや大丈夫ですか。隣の席も取るからさ。あれ、こうやってこれ一応今、まあ、トレのレビン用で1台分ぐらいは、うん、オーバーフェンダー、オーバーフェンダー、これを、これそうですね、左右だよ、左右。そうですね、これリアなんで。すげえお宝だよ、これ。これやっぱでも当時の、あ、すげえお宝。これフロ、これもそうか。あ、これリアだ。これフロントですよ。うん、いや、すげえお宝だよこれ。これは何？これフロントの。本当だ。N2 といえばみたいな。現代のじゃないですか。現代風に蘇らせる。本物で作りたいんだよ。はい、お提供は OK なんですか。どうしようかな。何がどうしようかなだよ。何がどうしようかなだよね。そうですね。そうですね。確かに今まで散々お世話になってるんで。あれ、そうだよ。お前んちの先代からのお付き合いだね。そうですね。いないです。織戸さんもそうですけど、うん、ね、土屋さんがいてこうみんなでこう育ててもらってるんで、まあ、じゃあ片側だけ提供。何が片側だよね。何言ってんだよ、前も後ろも横も。あとはね、あと何があるの。これもね、ちょっとこれでも多分使わないと思うんですけど、マグネシウムのオイルパン、あのグループ A 時代の。お、これも 4A 用で強くて軽くてで容量も大きい。あ、ドライサンプルなんですか。そうそうそう。これも当時でこれが一番高くて18万ぐらいだったから。ああ、そっか。これなんか親父が使ってた、なんかこうロム、ロムチューしたんです。これ。いや、これはすごいわ。ロム書き換え。そう。あとはあれですわ。何？グループ A の時に使ってたミラー。あの日本足の。はいはいはい。はい。あの EC ワックスっていう会社を最終的に親父が買ったんですよ。うん。で型だけ全部持ってきて今作ってるんで、あれはあります。それはね。ご提供できます。いいね。バンド紹介、お宝ゲット。めちゃいいぜ。すげえすげえ。あ、すげえすげえ。まあ、でもすごいですね。すげえすげえ。早っ。あ、もうこれで全部の高さから何から全部出たって。そうですね。僕は一番最初に買った車が86レビンで GTV で、それでそれこそ土屋さんの番組にも出させていただいて、まあ、そこから車のことを覚えて、で織戸さんがその時従業員だったんで、織戸さんからいろいろ教えてもらったんで、坂東マサっていう、マサっていう名前をどうやって売ろうかって、でその中で86でホイールも作ったし、マフラー作ったし、やっぱり自分でいろいろとオリジナルパーツ作らせてもらったきっかけが86、まあ、僕にとっては教科書みたいな本ですね。まあ、あの土屋圭一さんと、まあ、坂東正明がタッグを組んでいた、まあ、AE86、まあ、その当時アドバンカーでフレッシュマン出てたっていうのが、まあ、ミニカーだったりとか、まあ、僕の記憶の中でいろんな紙面で残っているんで、まあ、僕自身がその土屋さんと一緒に、86で何かっていうことは、
まあ、正直現役時代はもちろんできる立場でもなかったし年齢も離れているので、だから逆にこう巡り巡ってですね、まあ、バンド親子2代でこうやって土屋さんに携わることができるっていうのは非常にいい機会だったと思います。はい、皆さんご存知ですが、こちら EC ワークスのこちらはですねタイプ C という、これがですねグループ A 車両で、まあまあ似合うわけですけど、ボールベアリングとプレートがあって、でここの穴のところで六角レンチで、ピロボールを固定する、ナットサートはついてますんでお客さんに穴を開けていただいて、これをつける。これがですね復刻で発売されております。6万6000円税込みで発売しておりますので、もしよかったらですね、バンドショップのホームページ、バンドレーシング .com の方で見ていただければなと思います。短期間ではございますが、こちらの、レビントレノ用をですね、まあ、若干ですけども、ホームページ上に4月中にですね、アップいたしますので、倉庫に眠ってるのがあと若干あるんで、そちらをですね、ちょっとご提供できればなと思ってますので、今後、こちらのホームですね、ホームページの方で、発売いたしますので、ぜひ4月まで待っていただいてご覧になっていただければなと思います。よろしくお願いします。だからまあこれ在庫がなくなったら、これをあのモディファイしてなんかバンドバージョンで同じの作って、一般 の86マニアにご提供できればなと思うんで、はい、そのきっかけになる、きっかけです、はい、ね、提供はバンド紹介でした。だから発見。